日本共産党の西総平でございます、えー、今日は、えー、活火山の監視・観測体制の強化の問題について、えー、まずう政府の基本的な認識を伺っていきたいと思うんですあの。つい先日、3月26日にですね、火山噴火予知連絡会、火山観測体制等に関する検討会のですね、 御嶽山の噴火災害を踏まえた活火山の観測体制の強化に関する報告が出されましたあの私これ、えー、読ませていただきまして、えー、御嶽山について言いますとですね昭和40年1月1日に気象庁が火山情報の発表を正式に開始して以来最多の人命を失う災害となったと。 いう現実を極めて重く受け止めて、現状に至っている体制のですね課題を深く顧みて、真剣な検討を行っておられるということを、文書の隅々からにじみ出るっているように思ったんですね。 でそこでまず気象庁にお尋ねしますけれどもえこの御嶽山噴火で明らかになった課題として結果として今般の噴火災害を防止できなかったという観点から噴火に至るまでの気象庁の対応を振り返ってみると以下のようないくつかの課題が明らかになったとえしてですね、えー、諸課題を挙げておられるんですがこの紹介をいただくとともに 政府としての受け止め、認識はどうなのかと、その点をまず伺いたいと思います気象庁、関田地震火山部長。 はい、あの昨年の御嶽山の噴火につきましてあの火山噴火一連絡会の下にあります検討会において、えー、火山観測体制につきまして、えー、検討を行っていただきました、まあ、その中でいろいろとお課題が指摘されておりますがまずあの第一にです、ね、あの今回の噴火が水蒸気噴火ということで非常にあの前兆現象がしにくい、えー、出にくい検知しにくい 予測することは非常に困難だである噴火であったということがまず第一に挙げられるかと思います。このため、あの火山噴火事例懇談会のその検討会におきましてですね、火山加速体制について強化すべきというご提言を、これはあの昨年十一月ああの緊急提言という形でもうすでに出されておりますが、こういったものを出していただきました。で具体的な内容を申し上げますと、水蒸気噴火の兆候をよりよく捉えるための河口付近への 観測の設設の置これはあの、水蒸気噴火というのはこれ山全体が変形するのではなくて本当にこの噴火する火口の付近だけ変形する場合が非常に多いものですから。 河口、えー、付近という非常に限られた場所に、えー、観測機器を設置しないと、えー、噴火を予測できないというこういったあの課題があるということで、ここをご提言いただいております、まあ、あのその他にも、御沢山のマグマ活動を把握するための観測強化、あるいは、えー、八甲田山、十ダミダガハといった、えー、こういった山火山について、えー、常時観測火山に追加すること、こういったような提言もいただいているところでございます。えー、私どもとしまししままててはです、ね、こういった内容につきまして 関係機関と連,連携の上え、しっかりと対策を現在進めているところでございます総平君、えー、正面から、えーと、この報告は私、受け止めるべきだと思うんですね、えーとだえー、申し上げたいくつかの課題として、えー、報告書では3つが挙げられていまして、えー、その第一は、山頂付近での観測体制が十分でなかった。 ことですね二つ目は、こうした場合の総合的な火山活動の評価体制が十分でなかったということ、三点目に名古屋大学や火山噴火予知連絡会委員との間で十分な意見交換、認識の共有がなされなかったといった課題が指摘されているわけですね。これは気象庁 の対応についてのまあいわばですよ不十分さということの指摘なのだろうと思うんです。あのその中で一つ伺いますが、あの現地調査という課題があります。御武でもですね、9月10日から11日にかけて。 河口周辺に影響を及ぼす噴火が発生するとの判断に至らなかったという指摘と合わせて9月12日以降も、えー、地温や噴気火山ガスなどに変化を及ぼすような火山活動ではないと考え現地調査を行うという判断に至らなかったという指摘があるわけですね。これれ現地調査にによって得られる監視や観測に にとっての重要な情報というのが、やっぱりあるということなんだと思うんですが、その,その点はいかかがですか気象庁、関田部長、はい、あのまず今回あの、現地調査を行わ,が行わなかった理由なんですが、これはあの実際、えーと、今回の噴火の前に、えー、平成19年の3月に非常に小規模な噴火がございました。 でこの前にですねこの噴火の前には今回ありましたような地震活動これを上回るような非常に規模の大きな地震活動がありました、それから微動も観測されました、それから地殻変動もありました、こういったように非常にあの顕著なあの前兆が見られました、その上で実はあのそういった現状前兆現象が見られてから3か月ぐらいした後にまに、あ、非常に小規模な噴火があったという事実がございます。でこのの事実我々知,っても知っておりますものですもでから まあ今回はそれに比べると地震活動がありますけれどもその前回に比べると規模が小さい。それから、まあ、あの 9月10日、11日と2日間非常に地震活動ありましたんですがその後すぐに収まってしまったということそれから地殻変動や微動が観測されなかったということから今回は噴火に至るような活動ではないというふうに判断いたしまして現地調査も行わなかったというのが事実でございます、えー、あのご指摘いただきましたとおりそうは言ってもですね、やはりこれだけ大きな災害になったことを結果として防ぐことができなかったという反省に立てばですね、やはりあらゆる手段を尽くしてですね えー、情報を集めるべきだったという観点から、今後はこのような活動に変化が見られた場合には、その変化の規模によらず、ですね直ちに現地に人を派遣して、現地で得られる情報を得てくると、こういうことが非常に重要だということをご提言いただいておりますので、われわれの方もそのようにさせていただきたいというふうに考えておりま二比三平君。私こうした、えー 専門家の指摘を受けながら、現地調査を行わなかったことを合理化するようなご答弁を、ここで聞きたくないんですね、私が尋ねているのは、現地調査、あるいは政府もですよ、今後の問題として軌道観測とおっしゃってるでしょ、つまり、遠望のシステムではなく、現地に臨んで分かることというのがあるんじゃないんですか関田部長。あの まず、えーと、データとしましては、これはあの、カメラを使ったり、あるいは地震計を使ったり、あるいは地殻変動をあ計測する機械を使ったりして、こういったものはすべてあのデータとして、えー、この火山監視情報センターの方にリアルタイムで送られておりますので、こういったデータについては分かります。ただだもちろん遠望はこののカメラを使って見て見いるだけですのです例えば、えー その周期ですね、匂いとか、こういったやはり現地でしかつかめないものは当然あるだろうと思ってます、ただ、あの現在のところ、そういったものがどの,どの程度、その噴火の予測にその活用できるかというところは、これからまたいろいろとあの検討を進めなければいけないんだろうと思いますが、少なくともあの情報を集めるということは極めて重要だということは、これは間違いないところでございますので、今後はそういった形で、えー、させていただきたいというふうに考えております。総平君ですから予知連絡会は 結果として今回の噴火災害を防止できなかったつまり、噴火はですよ、噴火そのものは防止できないとしても、これが最多の人命を失うという結果、その災害は防止でしなきゃいけないじゃないかと、それが観測体制のですね強化であり、専門家や気象庁火山防災の責任じゃないかと。この観点から 課題をを指摘ししてるわけでしょう私、この気象庁の人の体制の問題について、この委員会でずっと問題にしてきたんですけれども、あの今、気象庁がですね、常時観測の火山に対して監視をしておられる、その体制っていうのは、全国で4か所、つまり札幌、仙台、 東京と福岡、この4カ所しかない情報センターに人が集中してるっていう体制ですよね、ですから、現地に臨むっていっても、おそらくそんな簡単な話じゃないんだろうと思うんです、この今回の報告の中で、軌道観測の体制を強化する。 あるいは地元自治体や観光業など、日頃から火山周辺にの状況に詳しい方々とのネットワークを構築して、火山活動に変化があった場合に現地の状況を把握できる体制を作る、それから幅広く大学研究機関などと意見交換を実施できる体制を構築する。加えて地元の気象台にも こうした火山活動の状況の認識を共有できる環境を作る、こうしたです、ね、人の配置に関わるえ提言がされているわけですが、これまでの人員を削減していくです、ね、この流れからしたら、これは到底できないこと、私はこの地元の気象台にもこうした環境を作るんだと、あるいは火山ごとにです、ね、地元の 住民の皆さんと本当のネットワークを作るんだというのは、人を抜本的に配置することなしにはありえないと思うんですけれども、この具体化、どうしていかれるおつもりですか。関田部長 はい、あの今、ご指摘いただきましたとおり、あの大変行財政需要厳しいところで、えー、と中所としましても、全体ではあの数がずっと減ってきているという事実がございます、まあ、そういった中でも、ね、やはりこういった提言をいただきました、それから本当に、えー、これだけ大きな災害を防ぐことができなかったという反省に立てばです、ね、すれわれとしてもできる限りの強化はしてまいりたいというふうに考えております二木宗平君。先ほども、えー、人の問題で、もうい次の問題としてですね。 火山、えー、の専門家が大変少なくなっているという課題があるわけですよね。でこの点について、えー、幼稚連絡会の、えー、藤井利次、えー、名誉教授が火山観測研究の危機的現状という指摘を繰り返しされてこられました。その ご指摘の中で、国立大学法人への移行以来のポスドク問題ということがあります。博士号取得者の多くが、終身の雇用ポストにつけないという状況のもで、博士課程への進学欲がそがれて、研究者の後継者難が引き起こされていると。ポス読が 観測所研究所を転々と移動し正規教員にはなれないという現実を目の当たりにして学生そのものが減少しているというですねこうしたあの指摘がされているわけですよね。えっと文科省の審議官に、えー、もうおいていただいていますがさっきに11月科学技術学術審議会即時学分科会地震火山部会において 御嶽さんの噴火を踏まえた火山観測研究の課題と対応についてという文書が出ておりますがこの報告でもですね大学の法人化によって研究リソースが限られてしまったという認識があると思います私この時期にですね大学の研究を16火山に重点化するという当時の方針が出たときに これは火山防災の強化に逆行する動きではないかと、この委員会で厳しく指摘をいたしました。大学において当時の、えー、当時の副大臣がですね、文科副大臣が、研究価値の大きい火山に研究を重点化するというふうに述べて、結局、そうした長期的な視野の持てない 大学のあり方がですね火山の専門家の後継者を大変にしてきたということではないかと思うんですけれどもこの点はどんな今ご認識にあるんですか文部科学省磯貝審議官お答え申し上げます <laughs> 先生ご指摘いただきましたあの平成26年11月に文部科学省の科学技術学中心委会測地学分科会、えー におきまして今後、重点的に進められるべき火山観測研究や人材育成の在り方等がまとめられております、でその中であの特にあの火山観測研究において、えー、先ほどご指摘の16重点火山を見直しまして新たに研究的意義が高く水蒸気噴火の可能性が高い火山を重点研究の対象に加えまして御嶽山を含む25重点火山とすることなどが提言されております。また 噴火の余地が見られた場合に等に観測研究を強化できる機動的な体制の構築あるいは先生ご指摘の人材育成も含めまして観測研究と人材育成を一体的に行うプロジェクトの立ち上げなど火山観測研究の強化について方向性が示されておりますあの補正予算26年度補正予算におきまして火山観測研究体制の強化を図るための,あの必要な経費あるいは軌道観測のための経費 加えて、火山活動のリアルタイム観測技術開発に必要な経費として21億円を計上しております、でさらには先生ご指摘の人材育成につきましても、あの先ほど申し上げたような観測研究と人材育成を一体的に行うプロジェクトですとか、あの人材育成の強化等々につきまして、あの早急に省内に検討の場を設けて、えー、取り組んでまいりたいというふうに考えてございます、今後とも関係機関と協力して、火山研究者の育成に努めてまいりたいと考えております。 三木総平君あの大臣聞いていただいていてあの感想で結構なんですけどちょっとお尋ねをしたいんですがあの先ほど来の、えー、噴火予知連のですね、えー、報告書にはこういうくだりがあります先端的な火山学の知見は将来的には火山噴火の予測につながるものもあるが直ちに火山災害軽減の実現に結びつくとは限らない大学研究機関等は 長期的な視点に立ち、学術的な研究の成果を着実に積み上げることが求められる、また研究成果を着実に気象庁の業務の高度化に生かし、火山災害の軽減に結びつけるための応用研究も実施する必要がある、あの本当に長期的に見ないと、今度の,あのあ例えば阿蘇もですね、この危険だという、この地域に指定されたのは昭和50年なんですね。やっぱり長いスパンで 本当に、えー、ものを見ていくし、判断ができる人材を育てていくということなしに、ですねこの火山国で国民の命を守ることができないと思いますけれども、大臣、ご感想いかがでしょう。山谷防災担当大臣 火山防災対策については長期的な取り組みが必要だと考えておりますそして、あの委員あの、丁寧に読んでいただきました3月26日の御嶽山を踏まえた今後の火山防災対策の推進についての報告書でありますがこの内容、今後の火山防災対策の大きな指針となるものでありまして政府としましては本報告における提言の実現に向けてしっかりと取り組んでいかなければならないと考えております。 で火山研究体制ののの充実のための人材育成には時間がかかります火山防災対策については、長期的な取り組みが必要であると認識しておりまして、引き続き関係省庁、連携しながら火山防災対策を推進するための取り組み、継続的に実施し、火山監視・観測体制の充実や火山研究体制の強化等を図ってまいりたいと考えております。総平君、えー、時間が迫ってままいりましたので えーえー、予算などの問題についてはまた次の機会に譲ることにして、えー、農水省においでいただいておりましてのま言、あまあ、決意をお尋ねしたいと思うんですけれども阿蘇の,麻生のです、ねえー、噴火、特に公開による農作物被害これが極めて深刻だと先ほど来お話があっているとおりです。この活火山、えー、対策特別措置法に基づく さまざまな支援措置が、えー、桜島の経験なども踏まえて積み上げられてきたわけですけれどもあの県の方で、えー、防災への施設整備計画がですね策定をされた場合、まあ、近くされ,るんだろうされるだろうと思いますけれどもこの路地野菜での,あの路地のお、えー、土壌改良だとかあるいは、えー、ハウス のですね支援だとか、あのこうした支援をおできることは何でもやるという構えで取り組んでいただきたいと思いますが、えー、一言、いかがでしょうか農林水産省室本整備部長。阿蘇、えー、山の噴火以来、えー、国といたしましても、防災への施設整備計画の作成について、関係県に技術的助言を行ってきたところでありまして、えー、地元の意向や公開の状況を踏まえまして、 今後、県が防災への施設整備計画を作成した段階で、えー、計画に位置づけられた事業の推進が図られるよう、国として適切に対応してまいりたいと考えております。で委員ご指摘のビニールハウス、あるいは土壌改良等につきましてはですね、えーまあ、大量の公開によりまして、えー、この私ども被服施設と、 いうふうにビニールハウスを呼んでございますがその被覆資材これはビニールでございますその劣化が著しく営農に大きく支障を期待している場合は、まあ、地域の実情や営農体系を勘案しまして被覆資材の更新を支援するということをすでにやっておりますしたがいまして、まあ、これは一定の条件がございまして例えばビニールハウスにつきましては当該施設の被覆資材の抗線透過率 これがおおむね70%を下回るものあるいは火山活動による噴石等で破損したことが明らかに認められるものなどを対象にその更新に対する費用を支援しているところでございまして今回の阿蘇山の噴火による公開におきましても同様の状況が確認でき今後、関係県がその計画に被覆施設あるいは土壌改良 こういったものを位置づけることとなれば、ですね国としても適切に対応してまいりたい、このように考えておりりまますありがとうございました終わります。